森夏恵君、森君。日本維新の会の森夏恵です。本日も文部科学委員会におきまして質問の時間をいただきましてありがとうございます。校内接続改革について、国語数学の記述式試験導入と英語教育について伺います。日本維新の会は幼児教育から大学までの教育費の無償化を目指しております。親の経済力によって教育の機会が奪われることのないように教育改革を進めているところでございます。日本の未来を支える子どもたちのためになるならば教育に予算をつけることは構いませんが、本当に子どもたちのためになるのか、今回の記述式試験の導入には多くの疑問を持っております。英語民間試験の導入は延期となり、今後も検定量や地理的な不公平感などさまざまな問題点について改善していく時間ができました。受験生を第一に考え、皆が納得のいく形の試験になるようにしていただきたいですし、それができないのであれば再延期なのか廃止なのかも含め今後さらに検証検討をお願いしたいと思っております。国語数学の記述式試験導入にかかる予算について伺います。内訳についても教えてください。白井高等教育局長。記述式問題の採点につきましては、大学入試センターと採点事業者との間で契約金約62億円により業務請負契約を締結したところです。仮に当該費用について国費で負担する場合の金額は毎年約15億円でございます。この点に関しましては来年度概算要求では16億4400万円を要求しておりますが、その後一般競争入札で小売価格で落札したことで毎年約15億円となっているところでございます。森君。ありがとうございます。全体で約62億円かかるということです。先日まで文部科学委員会で給特法について議論をしてきましたが、教員の負担軽減のためにスクールサポートスタッフを配置するということで、スクールサポートスタッフの導入には私も賛成をしておりますが、現在3000人の配置で予算は12億円、来年3600人で14億円、再来年は5400人に増やすと予算は22億円と伺いました。単純計算で3倍すると62億円あればスクールサポートスタッフが1万5000人、現在の5倍に増やすこともできます。限られた予算ですので、子どもたちのことを考えれば、現場の教員のことを考えれば、どこに予算をつけるのがよいのか、子どもの教育、将来の日本のことを考えた教育改革をしていただきたいと思います。次に50万人の受験生に記述式試験を導入する意義について伺います。これまでにも大変多くの指摘がありましたけれども、50万人の受験生に記述式試験を導入することは、予算、採点の質の確保などの面から考えても不安材料が多すぎますし、導入の必要性に大変疑問を感じますが、導入する意義について改めて教えてください。白井高等教育局長。お答えいたします。大学入学者選抜におきまして、大学入学希望者の高校段階までに育成された思考力、判断力、表現力を的確に評価するためには、共通テスト、個別選抜にかかわらず、自らの力で考えをまとめたり、相手が理解できるよう根拠に基づいて論述することが必要な記述式問題の導入が重要というふうに考えております。その上で、国立大学の二次試験におきましても、国語、小論文、総合問題のいずれも課さない医学部の募集人員は全体の 61.6% といったような実態に鑑みまして、令和2年度からの大学入学共通テストにおいて記述式問題を導入するという決定がなされたものでございます。文部科学省といたしましては、その共通テストと個別選抜の双方におきまして、それぞれの特質を踏まえながら記述式問題の充実を図ることが重要であると、それによりまして高校教育、大学教育の改革充実に好影響を与えるというふうに期待しているものでございます。森夏恵君。ありがとうございます。教育に対して好影響を与えるものを期待しているとのことですが、そうなればいいのですが、これまでもずっと議論しておりますが、不安材料の方が多いように思います。50万人分の採点を行うには、
少なくとも1万人の採点者が必要とのことです。完璧に採点する人が1万人も本当に集まるのでしょうか。研修を受ければ完璧な採点ができるのでしょうか。例えばですが、AI を使った採点システムを開発すれば、情報漏洩の面でも、採点ミスについても、自己採点などもアプリなどで自己採点できるようにすれば、現在懸念されている問題も少しは解消されるのではないかと思います。採点にこれだけ不安がある中、導入することは、やはり時期尚早のよう、尚早であると思います。記述式試験は採点ミスも多く、大変不安の声が大きいですが、採点の質の確保のために研修等行われると聞いておりますが、採点者の研修期間、研修内容、採点マニュアルについて詳しく教えてください。伯井局長。お答えいたします。まず採点者の研修につきましては、その採点者に対する研修プログラムを使用書において採点事業者が大学入試センターと事前に協議をした上で、採点者および採点監督者に必要な研修プログラムを編成し、採点開始日までに事前研修を終了するというふうに定めております。今後大学入試センターと採点事業者が事前に協議してその必要な期間を定め、それを含め必要な事項を定めるということとしております。採点マニュアルにつきましては、これは採点者が正当の条件等に基づき正確な採点を行うことができるよう、実際の採点作業開始までに大学入試センターが設置する採点基準策定委員会、仮称でございますが、そこにおきまして協議し確認を受けて作成するものとされております。今後大学入試センターにおいて採点マニュアルについても必要な対応を求めていくものと承知しております。森夏江君。採点期間も採点開始までにということでまだ正式には決まっていないようです。採点者も人ですので同じ期間研修を受けたとしても取得できる人とそうでない人がいます。採点者の研修等を行い採点の質を確保するとのことですが、採点マニュアルがあってもまだまだ不安が残ります。 AI の活用も検討していただきたいと思います。 AI だけでは不十分なところを人がサポートする体制ができれば1万人もの採点者は必要ないと思います。この AI の活用といっても開発にも時間がかかると思いますので、まだまだ導入には早いと思っております。すでに多くの指摘をされておりますけれども、記述式試験の自己採点は受験生に本当に難しいと思います。大学選びはその後の人生を大きく左右します。大学で出会う先生、友人、先輩後輩、住む場所によって出会う人すべてが変わります。自己採点の採点ミスで受験生が本来受けられるはずの大学を諦めるなどあってはならないと思います。導入を延期廃止しないのであれば受験生のために分かりやすい採点マニュアルのようなものは準備されるのでしょうか。また自己採点の採点ミスは自己責任でしょうか。お答え願います。伯井局長。お答えいたします。記述式問題につきましては自己採点の採点結果の不一致の課題があると認識しております。大学入試センターにおきましては正答の条件の意味や内容を分かりやすく整理して高等学校へ周知すると、それとともにその内容を生かして受験生が何らかの形で自己採点を自らシミュレートできるような仕組みが提供できないか大学入試センターと協議してまいりたいと考えております。また現在実施中の大学入学共通テストの準備事業を通じた一連のプロセスの検証を改善を通じまして採点基準のあり方の改善も図られ、それによって受験生にとって自己採点がしやすくなることにもつながると考えております。準備事業を通じて採点基準の改善を図るわけですが、その採点基準を利用した自己採点の改善効果を実際に確認するということも含めまして大学入試センターと協議したいと思っております。さまざまな措置を講じて
この自己採点の一致率というのを高めていくよう努力してもらいたいと考えております。森夏江君。ありがとうございます。採点者には採点のために一定期間研修をし、採点技術を上げていくにもかかわらず、受験生はそのような研修もなく、自己採点が合っているかどうかは確かではないけれども、自分で採点してくださいというのはやはりおかしいと思います、問題だと思います。まあ、先ほども、自己採点の不一致の問題は認識されているとお話ありました。プレテストでも特に国語は自己採点との一致率も低く、不一致率が3割では、受験生も自信を持って志望校選びができなくなると思います。これまでのようにマーク式のテストで記述式試験を導入しなければこのような問題は起きません。記述式試験が誰のための導入なのか、やはり疑問を感じます。先ほども申しましたが、受験生の人生、子どもの人生を採点ミスによって左右するのは絶対に避けなければなりません。そしてこの採点のための自己採点のための勉強をさせるのも受験勉強をしている子どもたちには大変負担です。どうすればうまく採点ができるのか、そこまで子どもたちに時間をかけさせるわけにはいかないと思っております。グローバル化の進展の中で英語力の向上を目指すというのは理解できますし、必要なことだと思っております。高大接続改革の中で英語民間試験を導入することになった経緯について改めて伺いたいと思います。白衣局長。お答えいたします。ご指摘をいただきましたように、グローバル化が急速に進展する中で英語によるコミュニケーション能力の向上は喫緊の課題でございます。大学入試において英語の読む、聞く、話す、書くの4技能を評価することが必要であるということ、しかしながら一方で英語に関しては約50万人規模で同一日程一斉実施型試験による共通テストとして、特に話す、書くの能力を含めた試験を実施することが極めて困難であることなどを踏まえて、英語民間試験の活用導入の検討が行われたものでございます。具体的には平成24年8月の中央教育審議会への諮問、同審議会や教育再生実行会議、高大接続システム改革会議、文部科学省内の検討準備グループなどの検討を経て、平成29年7月、大学入学共通テスト実施方針が策定され、大学入試において4技能を評価することができるよう、現に民間事業者等により広く実施され、高校教育や大学入試で活用が進んでいる資格検定試験の活用を推進することとしたというのが経緯でございます。森夏江君。読む、書く、聞く、話す、この4技能が子どもたちにとって必要だというのは私も理解をしておりますが、この4技能の英語試験を導入すれば受験生が勉強を頑張る、高校も力を入れる、これには疑問を持っているところもございます。英語試験については導入を延期をしたので、今後も改善する時間があり大変良かったと思っております。特に高額な検定料の経済的な負担、地理的経済的な不公平感の解消など、受験生が安心して試験を受けられるものでなくてはなりません。すでに導入のために準備をされていた方々や英語民間試験が導入されると思い勉強してきた子どもたちもいますので、現場の混乱が避けられない中、大臣も本当によくご決断されたと思っております。高大接続改革とは少し離れますが、関連して英語教育について伺います。学習指導要領が見直され、2020年から小学校3年生から英語教育の導入がスタートします。そこで小学校の英語教育導入の経緯について教えてください。串田、官房総括審議官。お答えいたします。小学校学習指導要領におきます外国語教育につきましては、平成20年と29年の2回の改定を経ているところでございます。平成19年以前から当時の社会の国際化の進展などを踏まえまして、多くの小学校で総合的な学習の時間などを活用して、
英語活動が行われておりましたけれども、各学校の取り組みに相当のばらつきがございまして、小学校の外国語教育について、国が一定の基準を示す必要があると考えられたところでございます。こうしたことを踏まえまして、中央教育審議会の議論などを経まして、平成20年に告示された現在の学習指導要領におきましては、聞くこと、話すことを中心に、英語に慣れ親しみ、コミュニケーションの素地を養うため、すべての小学校5年生、6年生が行う外国語活動の時間を新設いたしたところでございます。この現行の学習指導要領のもとにおきましては、以前よりも生徒が英語の音声に慣れ親しんでいる、英語で積極的にコミュニケーションを図る、取る態度が育っているといった成果が見られております。一方で、小学校におけます音声中心の学習が、中学校での文字の学習に円滑に接続されていないといったことが課題として指摘されていたところでございます。こうした成果と課題を踏まえまして、その後の専門家会議の議論や、中央教育審議会答申に基づきまして、平成29年に小学校の学習指導要領を改定いたしまして、来年度から小学校におきましては、全面実施されることとなっております。その中で、外国語につきましては、小学校3年生、4年生から外国語活動を導入し、聞くこと、話すことを中心に、外国語に慣れ親しみ、学習への動機づけを高め、その上で、小学校5、6年生では、教科として位置づけまして、段階的に文字を読むこと、書くことを加えていくこととし、中学校への接続を図るということとしたものでございます。森夏恵君。ありがとうございます。小学校の早い段階から、聞くこと、話すことに、英語を聞くこと、話すことに慣れ親しむというのは、私もこれはいいこととは思っております。コミュニケーションが取れるように。その教育方針に関しては良いと思いますけれども、現場の声を聞きますと、いろいろ問題があるように思っております。先日の給特法の審議の中でも、教育の負担軽減策、教員の負担軽減策として、外部指導員の増員についてもお願いをしましたが、英語教育の導入は小学校の教員には大変な負担となっております。小学校の現場の声を聞きますと、英語を教えられる教員がいない、そのため ALT 頼みになってしまっている、しかし ALT の給料も安いため、すぐに辞めてしまう、良い人材が集まらないとおっしゃっておりました。ALT の先生たちは、英語を話すことはできますが、英語を指導する資格は持っておりません。せめて子どもたちに教育をする立場ですから、ALT に対する研修があっても良いのではないかと思います。小学校の英語教育導入が決まる前に教員になっている小学校の教員は、話せる英語、英会話の勉強をしておりません。英語の単位を取っておりませんし、中学校、高校のような英語の教員免許も持っておりません。小学校3年生から英語教育を導入するのであれば、できるだけネイティブに近い発音で、楽しい英語の授業をすることが、子どもたちを英語嫌いにしないために重要です。そして、校内接続改革の英語民間試験の導入の経緯でも、グローバル社会の中で活躍できる人材を育てるために進めてきたと思います。スピーキングの能力を伸ばす必要性があります。しかし、英語のできない小学校の教員に、文部科学省の考えているような授業を求めるのは無理があると思います。中学校の校長先生からもご指摘を受けたのですが、なぜ小学校の教員は英語の免許がなくても研修を受けただけで英語を教えられるのか、そして ALT も英語の資格が、指導資格がないのに英語が話せるというだけで、大切な子どもたちの教育に携わっているのか、実際に現場からも問題視する声がありますが、無資格者が英語を教えることについて問題はないのか、大臣のご見解をお聞かせ願います。萩生田大臣。小学校の外国語の授業においては、各学校の実情に応じ、学級担任または専科指導を行う教師が授業を担当します。いずれの場合においても、授業は教師が行うものであり、ALT は発音や会話の例を示すことや、教師や児童とやり取りを行うなど、英語面で教師を補助するものです。文部科学省からは、すべての小学校で外国語教育を円滑に実施できるよう、指導体制の充実と環境整備を行っているところです。具体的には、教師に対して各地方公共団体が行う研修等への支援、専科指導を行う英語教員の配置に関する加配措置、
一定の英語力、英語指導力のある新規教員採用の促進、小学校による中学校の免許状取得の支援、ジェット ALT の配置に関する地方財政措置、デジタル教材の提供など、ICT の活用促進、また事業実践例の動画配信などを行っているところです。また教員の養成段階については、本年度から小学校の教員養成課程に入学した学生は、必ず外国語の指導法等を学ぶことになっております。こうした取り組みを通じて、来年4月からの新学習指導要領による小学校の外国語教育が円滑に進むよう、引き続き全力で取り組んでまいります。森君。すみません、大臣すみません。本年度からは外国語をしっかり勉強するということだと思いますけれども、現在、小学校において免許を持っていない先生が英語を指導することについて問題はないのか、お聞かせ願います。萩生田大臣。問題意識は持ってます。それで、今年の大学1年生からは、教職課程、小学校の教員課程を目指す皆さんには、外国の指導をしておりますので、しかしこれ、4年かかります。ということは、その間ですね、そういう資格を持った先生が現場にいないということにもなりかねませんので、先ほど申し上げましたように、英語教員の配置に関する加配措置ですとか、また一定の英語力、英語指導力のある新規教員の採用を、促進をして、ぜひこういった環境を向上させていきたい、こう思っております。森君。ありがとうございます。問題意識は持っていただいているということで、研修を受ければ英語が教えられるということであれば、例えば中学校の英語の教員が3級 で英語の教員が足りないときに数学や体育の先生に英語が話せる、英語が得意な先生がいれば、研修を受けさえすれば免許がなくても英語を教えていいのかということになります。小学校3年生から英語の授業がスタートして、小学校6年生の卒業前の3月の授業は英語の無資格の先生が指導をし、中学校1年生の4月からは英語の教員でないと英語を教えられないというのは、この差は理解に苦しみます。そして中学校の英語教育の現場ではスピーキングを伸ばす、話せる教育が必要だということで、英語教員に対して多くの研修が課せられております。以前、給特法の質疑の際にも言いましたが、この研修が、英語の研修が教員の大変な負担となっていること、またこの研修のために英語の先生がいない日があり、子どもたちが英語の授業を受ける時間を奪われ、自習をさせられていること、この点についても文部科学省として改めてご認識いただきたいと思います。子どもたちは英語を教えられる良い先生に出会えるか、指導技術のある ALT の先生に出会えるかどうかで、英語を学ぶ機会は全く違うと思います。これは記述式試験の採点者も同じで、完璧に採点をしてくれる人と、そうでない人、誰に採点されるかで、子どもの人生が変わることは絶対によくありません。英語教育の機会の平等についても、今後、検討していただきたいと思っております。次に ALT の現状と課題について伺いたいと思います。先ほどから ALT の課題については少しお話をさせていただきましたが、 ALT の方々は日本に来てすぐに授業を持たせられると、指導の仕方もわからないのに、英語は話せるけれども一度も指導の経験がないALT の方が授業をさせられていると、で自分には負担だということで続かなくて辞めていかれる人が多いという現状を聞いております。こういった現状と課題についてどのように認識をされているのか、そしてこの ALT に対して研修やサポート体制について何か支援策を考えているのでしょうか。お答え願います。岸田大臣官房総括審議官。
お答えいたします。 ALT は教師を英語面でサポートするという位置づけでございまして、授業は教師が責任を持って行うということが必要でございます。また ALT の活用にあたりましては、市町村の教育委員会等が責任を持って適切な研修や支援を行うということが求められております。文部科学省が総務省、外務省と共同で行っておりますジェットプログラムに関しましては、 ALT の来日時に学習指導要領の説明や英語指導法、また児童生徒の理解を中心とした学校での役割などに関します研修を行っているという状況でございます。またジェットプログラムによる ALT、 いわゆるジェット ALT の生活面のサポートなどを行うコーディネーターを配置するなど、自治体に関して地方交付税の措置を行っているという状況でございます。また文部科学省といたしましては、こうしたジェット ALT に限らず、ALT が全体として効果的に授業に参加するための支援といたしまして、関係機関と連携いたしまして、小学校教師向けの指導資料等の中で、ALT と効果的な連携について扱うこと、教育委員会が行う ALT を対象とした研修に対する支援、小学校で使用される教師用指導資料の英訳版の提供などを行っているところでございます。実際に ALT を効果的に活用している地域におきましては、例えば経験のある ALT から新任の ALT に対し、授業実践から日常生活も含めてサポートする研修、教育委員会の担当者による面談、ALT を対象とした日本語教室といった具体的な研修支援といったものが行われている状況でございます。こうした事例の収集普及なども含めまして、 ALT の一層効果的な活用が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。森君。ありがとうございます。私が現場から聞いた声としては、サポート体制がそんなにしっかりしているようには聞こえてきませんでした。で、授業は教師が行うもの、 ALT はサポートをすると言われますけれども、先ほどマークからも申しておりますけれども、小学校の教員は英語を勉強しておりませんので、特にスピーキングの勉強をしてきていない先生方が多いですので、もう本当にもうすべて授業を任せているような感じになっている現状がありますので、そういったこともしっかり現場の声を聞いていただいて、 ALT の方々をしっかりとサポートをして、子どもたちのための良い英語の教育授業ができるようにしっかりとお願いをしたいと思います。それでは最後の質問に入ります。校内接続改革に話を戻しますが、これまでにも多くの指摘をされておりますが、記述式試験導入には大変多くの問題があると思います。採点者の確保、採点の質の確保、大変不安です。さまざまな問題点について大臣もご認識されていると思います。英語民間試験のように延期になれば、受験生に大変な負担をかけ、不安にさせ、混乱させることになります。ですが、記述式試験も延期中止にする可能性があるのであれば、一日でも早く判断をしていただきたいと思いますが、延期中止の可能性について、大臣のお考えをお聞かせ願います。萩生田大臣。平成29年30年度に実施したプレテストで明らかになった採点の質、自己採点と採点結果の不一致等の課題については、課題解消に向けたさまざまな取り組みを現在行っているところです。採点の質の確保に向けては、今後、大学入試センターにおいて、学力試験、採点業務への適性および面接の結果、過去の採点実績等も考慮して選抜された採点者への事前研修の実施、複数の視点で組織的、多層的に採点を行う体制の構築、高校の協力を得て、採点過程を検証し、一連のプロセスを改善するための準備事業の実施等に取り組むことにより、採点の質の維持向上に努めてまいります。国語の自己採点と採点結果の不一致については、大学入試センターにおいて、正答の条件の意味や内容を分かりやすく整理して、高等学校に周知するとともに、その内容を生かして、受験生が何らかの形で自己採点をシミュレートできるような仕組みを提供できないか、大学入試センターと協議をしております。引き続き、記述式問題の出題や採点方法について、どのような改善が可能であるか、さまざまな方策について検討し、受験生が安心して受験できるよう、円滑な実施に向けて万全を期してまいりたいと思います。森君。ありがとうございます。現段階で延期中止というお考えではないと思いますけれども、さまざまな問題点についてご認識され、改善できるところ、今、検証検討されているところだと思います。校内接続改革や英語教育の導入が子どもたちのために
なるものであってほしいと願います。英語試験の導入も、国語や数学の記述試験の導入も、多額の税金を使い、誰のための試験なのだろうと思ってしまいます。中学校、高校の子どもを持つ保護者の方々からは、不安の 声しか聞こえてきません。50万人もの受験生が一度に記述式試験を受ける必要はないと思います。大学の二次試験で記述試験の試験は受けることができます。英語のスピーキング能力は4技能を測るのにも、民間の英語試験を使わなくても大学の二次試験でできます。英語が話せる学生が欲しい大学はスピーキングについては各大学で英語での面接試験をすればいいだけだと思います。英語が話せるようになることは今後国際社会で活躍できる人材を作るという意味では方向性はいいと思いますが、英語民間試験の導入や記述試験の導入などなぜこのような教育改革になったのかと思います。これだけ懸念の声があるのに記述式試験を本当に導入するのか、数学の記述試験にも問題ありますが、特に国語については検討が必要だと思います。現場の声を聞いていただいて改革を進めていただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。次に